午後2時半から4時まで赤尾由美さんと山中千さんの対談を行います。これ私のチャンネルとあと山中千さんのチャンネルのコラボという形でゲスト赤尾由美さんという形になっております。プレゼンターとして私が登場するんですけれども、主に山中千さんと赤尾由美さんのお話になるかなと思うんですけれども、まあ、今日ね、佐藤和夫さん主催の講演会をございまして、やはりこの山中千さんは東洋の一族の縁があったということなんですね。で、赤尾由美さんもちろん赤尾ビンさんの姪子さんだということで、まあ、日本をね本当に守ってきた人たちの子孫とか、まあ、そういった人たちの対談なの で、これ赤尾さんも山中さんも今まで組まれたことがないんですね。なのでぜひ平日の午後になってね、なかなか来られないタイミングではあるかと思うんですけれども、ぜひ来ていただきたいと思ってます。でこちらの対談に参加された方は方で夜の講演会にも参加される方はこちらのお昼の部がですね500円引きと値引きをさせていただきますので、ちょっとね両方ともいけるかなというふうになるとありがたいです。で講演会は講演会で、まあ、山中千さんのことをご存じない方はここに今少ないとは思うんですけれども、改めて僭越ながらねご紹介させていただくと、あれだけやはりそのアメリカ在住で生のアメリカの話というのをできる人はなかなかいらっしゃらないと思います。でご存じのようにフェイスブックでいつもリアルタイムで、ね、今何が起きているかということを発信されている、まあ、生の情報、そしてやはり今トランプ大統領の家宅捜索の件について非常に注目が集まっていると思うんですね、世界的に。でそういった話もおそらく聞けるかと思っています。で山中千さん日本に住まわれていないので、もう本当に、講演会直接聞ける機会がないので、ぜひ、ね来ていただきたいなと思います。なので23日は昼のチョイスと夜のチョイスもございますので、ぜひ、お越しください。よろしくお願いいたします。こちらのですね、山中先生の日本のメディア報道は米主要メディアの横書き英文を翻訳して紙書きにしただけだと、この一文に私は感銘を受けまして、日本のメディアから の偏った情報ではない現地の生のアメリカの声を届けたいと思ったからです。でまたやはり今アメリカの長活動だったり、日本も草の根保守の世界的連携が必ず必要となってくると思い、私は山中先生にこの話をぜひしていただいて、全世界で保守がつながって世界を良くしていこうと、日本を良くしていこうと思いお頼みしました。申し込み方法と日持ち、ね、講演会の詳細です。8月23日の火曜日夜の18時半から開演で、受付は18時10分より開始です。で参加費用は3500円です。当日現金払いのみの案内です。でまた問い合わせはこちらのメールアドレス、まあ、これは QR コードですねにご連絡いただければ、当日でも参加可能なので、場所が新橋電化通りホールです。 JR 新橋駅より徒歩3分ほどですね。はい、すみません、飛び込みなんですけど、はい、定員45名で先着順で当たれちゃったところなんですよ。お早めにお願いします。なのでちょっとお席数があまり多くご用意できなくて恐縮なんですが、ぜひ皆さんお早めのお申し込みでここでしか聞けないお話を聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。